シティオブクイーンビアンは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。市の中心にあたるクイーンビアンは、キャンベラの東1 5トルに位置する。市の北部から西部にかけては、オーストラリア首都特別地域、東部から南部にかけては、パレラングカウンシルと接する。市の北部のアクトの境界は、モロングロ川が形成する。また、市の中心部には、 モロングロ川に注ぎ込むクイーンビアン川が流れる。また、市内には、キャンベラと、東海岸の町である、ベートマンズベイを結ぶ高速道路である、キングスハイウェイが横断する。構成サバーブシティオブクイーンビアンは、以下のサバーブ及び村落で構成される。シティオブクイーンビアンの議会は、住人によって構成される。任期は4年。選挙区は1つ。 市長は市議会議員の中から投票で選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。無所属7議席、オーストラリア労働党が2議席、オーストラリア民主党が1議席を獲得した。市長は無所属のティム・オーバー・オール。ABC、クイーン・ビーン・シティ・カウンシル、サマリー・オブ・ファースト・プレファレンス・アンド・グループ・ボーツ・フォー、イーチ・キャンデート。 ローカルガバメントエレクション2012ニューサウスウェールズエレクタールコミッション2012年10月7日閲覧 AB クイーンビーンシティカウンシルメイアールエレクションローカルガバメントエレクション2012ニューサウスウェールズエレクタールコミッション2012年10月7日閲覧 AB 姉妹都市交流南アルプス市2014年3月21日閲覧 シスターシティ、シティオブクインビアン、市役所、2014年3月21日閲覧。ありがとうございます。